さて、変わってはトベトベズ、曽我部アナウンサーです。はい、今回はベビー特集です。今しか見られない動物たちの可愛らしい姿をお届けします。とべ動物園では赤ちゃんが続々と誕生しています。今回は3種類の動物に会いに行ってきます。まずは公開されたばかりのこちらの赤ちゃん。あ、ジャガーの赤ちゃんが出てきました。お母さんと一緒ですね。まだちょっと慣れていない様子です。かわいい。先月25日にお披露目され、元気でお茶目な姿を見せてくれたジャガーの赤ちゃん。あれから2週間、どれくらい成長しているのでしょうか。ジャガーの赤ちゃん大きくなりましたね。お母さんの背中に乗ってますね。かわいい。顔つきや体の大きさにも少しずつ変化が出てきました。日に日に大きくなっていきます。最初は怖さがよく目立ってて、ちょっと慎重な子なのかなとも思ってたんですけど、今は草をちぎって遊んだりとか、ボールをくわえて遊んだりとか、もうすごく活発に遊んでくれてます。赤ちゃんのお父さんは8歳の宇月サスケ、お母さんは10歳のミワで、現在はお母さんと一緒に暮らしています。とべ動物園でジャガーの赤ちゃんが誕生するのは実は2回目。去年の8月に1匹生まれましたが、翌日に死んだため、ミワにとって初めての子育てです。本当に上手に子育てしてくれてます。子供が近くにいるときですね、お母さんが通りすがりに子供の背中をペロッとするんですよ。はい、通りすがりにペロッと1ペロ2ペロしてですねお母さんも常に子供のことすごく気にしてですね、面倒見てくれてます。もう安心して子育て見てられます。常に遠くから赤ちゃんを見守る美和お母さん、愛情たっぷりです。またどんなことにも興味津々な赤ちゃんは、最近あることに夢中なんです。最近隣にピューマがいるんですけど、ピューマをすごく気にしてですね、はい、じーっとピューマを観察してたりとか、その観察してる後ろ姿ってすごく可愛いので、そこも見どころの一つかなと思います。ジャガーの赤ちゃんは現在名前候補の投票を行っていて、アイスケ、フク、琥珀の中から決まります。発表は今週の日曜日午後1時20分からアメリカストリート中住社で行うということです。あそこに赤ちゃんがいます。かわいい。小さいですね。こちらは3月に生まれたふうみくん。そしてこちらは1ヶ月お姉さんのやくみちゃんです。やっと袋から出て、走り回ったりで、少し怖いことが起こるとお母さんの袋に戻ったりっていうことを今繰り返してる感じですね。もうやくみの方はもう全然お母さんの袋に戻らなくなって独り立ちをし始めてくれてます。ふうみくんはまだ袋の中にいることが多く、この日も顔と足がひょっこり。カンガルーは特に午前中活発に動きます。朝なんかは子供同士で結構走り回ったりして、薬味がちょっとお姉ちゃんなんですけど、お姉ちゃんの後をついて走ったりもしてくれてました。今日開園してすぐは走っている姿が見られるかも。とべ動物園のカンガルーといえば、
シソやニンニクなどユニークな名前がついていますが、今回はどんな由来があるのでしょうか。生姜の子供が、薬味ちゃんで、シソの男の子子供が、風味くん、シソ風味、生姜薬味っていう感じでつなげさせてもらいました。覚えやすいですね、かなり。そうですね、はい。ここで松浦キーパーから嬉しい情報が。今現在も妊娠してる、お母さんいますので、ちょっと大事な時期にはなってきます。新たな命の誕生が楽しみですね。実はカンガルー社のお隣にもニューフェイスがいるんです。見た目は小さいカンガルー、パルマワラビーです。1月25日生まれのソウ君、男の子になります。ソウ君っていうのは走ると書いてソウ君。あ、走るのが結構強くかけっこしてたのでソウ君、走るソウ君ってつけました。気持ちよさそうにお昼寝をしていますが、普段は元気よく走り回っているんだそうです。ワラビーはカンガルーの仲間で、大きさによって呼び名が変わります。こう見えても、こう今のどかに寝てますけど、すごく脚力、足は強いカンガルー、小型のカンガルーと思ってください。赤カンガルーに比べて脚力はこちらの方が強いですね。そうなんですか。赤カンガルー自体、カンガルー自体みんな脚力すごく足は強いんですけど、特に特化してパルマワラビーは足が強いと思われます。1メートルくらいの高さまでジャンプができるそうで、お母さんやお父さんの上をぴょーんと飛び越えるほど元気いっぱいな姿を見せています。ソウ君にはオウ君というお兄ちゃんもいて、現在は家族で仲良く生活しています。弟をいじめたことを見たことはありません。はい、非常に弟の扱いも優しいですし、ちょっとそれはすごく安心してます。仲良し兄弟なんですね。はい、皆さんも今しか見られない赤ちゃんたちの姿を見て癒されてみませんか。あどけない姿に癒されますね。ちょっとね、こう不安そうな表情に見えて、そこも可愛いところですよね。はい、どの赤ちゃんもとにかく元気でずっと見ていたいななんて思っていました。またとべ動物園では先週金曜日の17日、オグロプレーリードッグの赤ちゃんが公開されました。オスのリクとカイ、メスのスモモとプラムの4匹です。またまだ公開はされていないものの、ライオンの赤ちゃんも順調にすくすくと育っています。可愛くて本当に癒されますよね。ベビーラッシュですね。はい、今後もベビー情報をお伝えしていきますのでお楽しみに。以上、とべとべズーでした。